クリストフ・エッシェンバッハはドイツのピアニスト、指揮者。ドイツ・シレジア地方の都市ブレスラウに生まれる。母マルガレーテは出産と引き換えに亡くなった。ブレスラウ大学の音楽学者だった父、ヘルベルト・リングマンは第二次世界大戦中にナチスの懲罰部隊に入れられ戦闘で命を落とした。孤児となったクリストフは1946年。 母のいとこであるバリドール・エッシェンバッハに引き取られる。本人は次のように述べている。悲惨な過去の生活のせいで口を聞くこともできなくなっていたのである。バリドール・エッシェンバッハはピアニストにして歌手、そして音楽教師で夜遅くまでベートーベニやシューベルとショパン、ラフマニノフやバッハを弾いていた。私がまた口を聞くことができるようになったのは自分でも音楽を演奏したいか。 と尋ねられて、はいという言葉を発した時だった。養母バリドールにより音楽教育を受け、ピアノを学んだ。1950年、ハンブルクに移り、スタンウェイコンクールで第1位、オイゲン・ヨフフムの推薦により、エリザハンゼンに指示した。11歳の時、キールに公演に来た、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮する、フルト・ベングラーの演奏に感動し、その日から指揮者を志す。 指揮者になるためには、他の楽器も、とバリドールはバイオリンを買い与え、ピアニストとしての傍ら、その後15年間バイオリンも習い続けた。1955年、ケルン音楽大学に入学し、ハンソット・シミット・ノイハウスにピアノを学ぶ。1959年、ハンブルクに戻り再びエリツ・ハンゼンに指示、ビルヘルム・ブルックナー・リュッケベルクの下で指揮を学び始めた。 音楽的キャリアにおいては、当初、優れたピアニストとして、国際的に名声を馳せた。日本においても、音大ピアノ家政のアイドル的存在であった。モーツァルトのソナタや、ヘルベルト・フォン・カラヤン、ベルリン・フィルトのベートーベンの競争曲の録音などがある。また、教速本ン・バイエルをはじめとする、ツェルニー、ソナチネ・アルバム、ソナタ・アルバムなどの卓抜な演奏録音でも知られる。 ジョージセル、カラヤンなどの訓導を受け、1970年代より指揮者に転身した。客演円キャリアの後、北ドイツ放送交響楽団音楽監督として手腕を発揮した。一時期、アメリカでフィラデルフィア管弦楽団、フランスでパリ管弦楽団という欧米トップランクの両オーケストラの音楽監督を兼任した。また、シュレースビヒホルシュタイン音楽祭、 ラビニア音楽祭、パシフィックミュージックフェスティバルなどの音楽祭の芸術監督も務めたほか、2007年メトロポリタン歌劇場来日公演で、ジェームズ・レバインの代役としてオペラを振るなど幅広く活動している。2010年のシーズンより、ワシントン DC のナショナル公共楽団及び、ジョン F ・ケネディセンターの音楽監督を務めた。2019年から、 ベルリンコンチェルトハウス管が楽団主席指揮者。ドイツ系指揮者としては、クるとまずは、クリストフ・フォンド・ホナーに、ニコラウス・アーノン・クールラのベテラン世代と、これから約20年下がったフランツ・ウェルザー・メスト、クリスティアン・ティー・レマン、ジュン、メルクルラの若手世代の中間、ドイツ人復定が問題視された世代に属するが、古墳奮闘的に大きなポストを次々に獲得した。ありがとうございます。